こんにちは、はじめまして、株式会社ビジョンの佐野と申します。私ども株式会社ビジョンのですね、紹介をさせていただきたいと思います。昨年12月21日に東証マザーズに上場させていただきました。私どもは世の中の情報通信産業革命に貢献するという思いでですね、こういった理念を持って全世界の仲間たちと新しいサービスを開拓している会社でございます。会社の概要を説明させていただきます。私ども大きく2つの事業があります。1つは今最も伸びているグローバル Wi-Fi 事業、そして2001年の創業段階からスタートしている情報通信サービス事業になります。でグループ会社はですね、国内2社、営業拠点が7拠点、国内の空港カウンターが10カ所、そして海外ですね、今連結子会社10社、ございます。続きまして売上高、そして営業利益の推移でございます。2013年売上92億、2014年売上101億、2015年、昨年になりますが124億、そして今年のですね、目標は144億という形で大きく伸びてきております。利益に関しては1000万、2億8600万、そして昨年が7億4400万の着地予想で出していましたが、上振れして8億400万、とそして今年はですね、上場させていただきましたので、しっかり投資をさせていただいて、さらに先を伸ばしていくということも含めてですね、着地をそれでも増収するということで9億という予定を組んでおります。で各事業のですね、売上の推移になりますが、情報通信は少し横ばいになっていると、ただし収益はしっかり伸ばしていくっていう目標でやっております。そしてグローバル Wi-Fi はですね、4年前からぐっと伸びてきておりますが、さらに伸ばしていくっていうフェーズに入ってきているという状況でございます。続きまして当期純利益の推移でございます。グレーの部分に一時的なですね、営業外損益特別利益を含んだ形の合計という形になっております。それを含まない形、2016年今年のですね、当期純利益の着地の予定というのが5億9000万と、昨年と比較しても大きく伸びているという状況でございます。それではグローバル Wi-Fi の特徴になります。こちらはグローバル Wi-Fi です。ポケットサイズで軽いと、どこでも持ち運べる、こういったものでございます。そしてまず料金がですね、国内の通信会社さんが提供しているローミングサービスに比較して 約9割ぐらい安いと、約9割というかものすごい安いです。そして200以上の、国と地域で使えると、いうことです。皆さん国内でこういったものを使われている方非常に多いですが、あれは国内専用です。私どもは世界で使えると、いったものでございます。そして私どもなぜそれができているのかと言いますと、世界中に通信会社がありますが、そういった会社さんと私どもはしっかり提携させていただいたり、その国の通信事業のライセンスを取らせていただいて、皆さんに安全な環境、安心な環境を提供していると、快適な環境を提供していると、いうことです。そしてセキュリティです。やはり今インターネットっていうのは情報漏洩も含めて非常に気にされている方が多くいらっしゃると思いますが、このポケット Wi-Fi は人が介在することができませんので、非常にセキュアな状況で使うことができると、いうことです。そして法人のお客様がですね、今日本から世界にアクティブに、皆さん海外渡航をされていますが、そういった方には、必須で使っていただいているというような商品でございます。続きましてグローバル Wi-Fi のですね、レンタルケースの推移になります。2010年にスタートした時は5万5000件、2013年が24万件、そして2014年が51万件、そして2015年が78万件と大きく伸びてきております。で皆さんが注目しているインバウンドですが、本格的に始めたのは2014年なんですが、13年ぐらいからお客様が少しずつ、ご利用いただいていて、15年にはですね、本格的に忍者 Wi-Fi をスタートしましたので、もう9万件という形で昨年の3倍近く増えているという状況でございます。続きまして情報通信サービスの特徴でございます。一番最初の私もですね、顧客なんですが、日本に新しい会社が実は年間10万社できます。そのうちの1万8000社、約 17-18% が私どものお客様になっていただいている。すなわち日本に新しい会社ができると6社もしくは7社に1社が私どものお客様になっているっていう特殊なですね、
サービスを特殊なお客様に対して提供しているというサービスです。じゃあどうやってお客様を集めているのかと言いますと、一番左にありますウェブのマーケティング、これはさまざまなメディアをですね、インターネット上に作っております。それを見ていただいた新しく作る会社を作る方々が、私どもの会社に来ていただいている。そして下にあるコールセンターは、来られないお客様に対してですね、私どもの方から、こういったサービスありますよということでご案内を差し上げていると。そして、ビジョンフューチャービジネスセンター、これは全ての私どものお客様をしっかり、コンシェルジュとしてですね、一社一社守っていくための、センターを作っています。そして冒頭に申し上げました日本中にですね、私ども営業拠点があります。インターネットだけではなくて、きちっと顔が見えるサービスということで、各営業からですね、お客様のところを訪問してカスタマイズして、お客様に合わせた形でサービスを提供するということをやっております。続きまして、グローバル Wi-Fi のですね、成長イメージです。この授業を始めた時に3つのフェーズを考えてスタートしました。まず日本から世界に行く方々、そして世界から日本に来る方々、そして世界中他の国から他の国に行く方々、この3つのですね、フェーズのサービスを世界中で展開しようというのがこのグローバル Wi-Fi の授業です。なんとですね、日本のマーケットは世界12億人のマーケットの中ではまだ 3% と、非常に小さいんですが、日本ブランドを世界にということで、日本でしっかりした基盤を作って世界に打って出るサービスを作っていきたいという思いでやっております。続きまして、メディアサービスプラットフォームになります。グローバル Wi-Fi がある、もしくは忍者 Wi-Fi があることによって、世界中でインターネットが国をまたいでも使えるようになったと。そして最もお客様が重要なのは、その国々に行ったところでの情報をどう取得して行動範囲を広げていくかと、ここは非常に大事になってきます。まあ、皆さんも情報があればもっとアクティブにいろんな楽しいところ行けたのにと、いうことは多分いっぱいあると思います。そういったお客様も困っていることをですね、私どもが情報として提供して、皆さんを世界中でアクティブに動くことができるようにしていく、なる、していけるようになるということを目指してですね、この授業を取り組んでいきます。